シェーラ・カストロは、ブラジルのバレーボール選手。ベロオリゾンテ出身。ポジションはオポジット。ブラジル代表。2002年に、ブラジル代表入り。同年の世界選手権にて、世界三大大会デビューした。2003年にも代表として活躍するも、アテネゴリンのブラジル代表から外れる。安定したプレーが特徴で、2005年の世代交代に、伴い、 ブラジルの中枢を担うことになった。2年ぶりに代表へ復帰し、2005年、ワールドグランドチャンピオンズカップ、2006年、ワールドグランプリで MVP を受賞した。世界選手権に出場し、順当に決勝へ進出したが、エカテリーナ・ナガモは率いるロシア代表にフルセットで敗戦し、銀メダルとなった。2008年の北京オリンピックで金メダルを獲得した。 ワールドグランプリ2009にて、全勝優勝の立役者として、大会 MVP に輝いた。2010年10から11月の世界選手権でも、再び決勝でロシアと対戦したが、2大会連続の準優勝となった。ワールドカップ2011に出場したが、チームは5位と、メダルなしに終わった。2012年のロンドンオリンピックでも、ベストサーバーに輝き、 チームに連覇に大きく貢献した。2013年は FIVB ワールドグランプリ、グラチャンなど出場したすべての国際大会で優勝を果たした。2016年ワールドグランプリで金メダルを獲得した。同年8月に開催されたリオ五輪では5位となった。リオ五輪後は現役から離れていたが2019年に現役復帰し、 同年のワールドカップに3年ぶりの代表復帰を果たした。ありがとうございます。